まもなく2月花粉症の人には辛いシーズンがまもなくやってきますもう僕は来てますそうですよね、はい、辛いんです、はい、はい、篠田さんのようにすでに症状が出てクリニックを受診するという人も増えているということで今年の傾向と対処法を専門の医師に伺いました民間の気象会社ウェザーニューズによりますと今年の花粉の飛び始める時期は暖冬の影響で全国的に平年より早まり 今月下旬には、九州や中国地方、東海、それに関東の一部で杉花粉が飛び始め、来月には広範囲に広がると予想されています。宇都宮市下平出町にある自備院工科の菊池クリニックでは、先週の初めから徐々に花粉症の症状を訴えて受診する人が増え、土曜日には三十人以上になったということです。 このクリニックの院長でアレルギーを専門とする菊池久医師は今年は出足が早い印象と明かします。花粉の飛散量に関してはあの去年が非常に多く飛散しましたが今年は例年並みで去年よりは少なくと、えー、いう予報が出ていますので、まあ、でも例年並みに飛びますからやっぱり花粉症のある患者さんはあの早めに対策した方がいいと思います。 でまたあの花粉飛散時期に関しては1月が非常に暖かい時期があの続いたので、えー、出足が非常に早いです当初の予報は、えー、宇都宮は2月の下旬という予報だったのが2月の中旬に訂正されまして既にあの花粉も、えー、飛散開始までは行ってないんですがあの花粉が少し飛んでますというような情報は出ておりますので。 例年よりも早めの対策をした方が間違いないかと考えます菊池医師はその上で、辛いシーズンをできるだけ楽に乗り切るために、早めの対策を進めています飲み薬、点鼻薬、その方に合った、あのまあ、毎年、花粉症の方は自分に合った治療をお持ちだと思いますので、早めに始めていただくと、ピーク時も非常に軽く済みますので、早めに耳鼻科、 けののをします感染症との見極めについて菊池医師によりますと鼻水や喉の痛みがある場合、新型コロナやインフルエンザと花粉の初期症状は似ているため注意が必要ということですが目のかゆみなどがあれば花粉症の可能性が高いということです。一方、花粉症は アレルギーによって微熱が出ることがあるため、熱がある場合には次のように対処してほしいと呼びかけています。あの花粉症っていうのは、アレルギーが強く出るんで、微熱が出ちゃうんで、7度5分までだったらどっちか分からないんですけど、7度5分を超えるような熱の場合は、感染症を疑って、やっぱり検査を受けた方が、どっちか分からない場合は、もうちょっと診療所に食いに食いで相談していただくのが一番いいかなと思います。 飛散量は昨シーズンより少なくなるといっても平年並みの予想ですので油断をせず対策が肝心です。